新荒川大橋、新荒川大橋は、埼玉県川口市、船戸町と東京都北区岸淵町との間で荒川、及び新河岸側に架かる国道122号の密接する日本の橋である。下り線が1966年春光の橋、上り線が1970年春光の橋となっている。佐賀河流側から荒川の川口から2 1 2 5トルの 地点に架か,かる一等橋で災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の特定緊急輸送道路や埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。現在の橋は1966年に開通した2台目の橋。構造は単純桁橋で新橋である上り線は中央部に3景観連続高ゲルバー式桁を有している。 橋町は、急鏡である下り線が、総延長が809.917メートル、総福院は9.950メートル、有効福院は、車道7.25メートル、歩道2.0メートル、最大島町は76.000メートルである。また、路面は1.5から2.0%の横断勾配が付けられている。一方の新橋である上り線は、 橋長792メートル、総幅員は9.3メートル、有効幅員は、車道7.25メートル、歩道2.0メートルである。歩道は、急橋は、上流側、および新橋は、下流側に設置されている。橋の川口側はやや右にカーブした、曲線下駄を有している。また、新加岸側を渡る箇所は、縦断勾配が付けられている。この橋を通る、 国道122号の埼玉県側は岩月街道と呼ばれ、東京都側は北本通りと呼ばれている。橋のすぐ下流側に岩淵水門があり、荒川と隅田川との分水点になっている。この先荒川本流と呼ばれる流路は1924年に改作された荒川放水路となることから、ここから下流に架けられる橋は、かつての荒川の本流である隅田川と、 荒川放水路との二手に分かれるので、荒川湾、砂岸を直接渡る橋としては最下流になる。川口の渡し全皇寺荒川、新菓子川の菓子城新荒川大橋が開通する。以前は、川口の渡しと呼ばれる、日光成海街道に属する船三層を有する、関節の都線で対岸を結んでいた。都線上は、岩淵の渡しや付近に禅皇寺があることから、 善光寺の私とも呼ばれ、いつから存在していたかは定かではないが、土線漁についての記録から遅くとも1780年までには存在していたと考えられるほか、源義経がこの地を渡ったという記録も残されている。場所は現在の橋の上流側に位置していた。また、現在の橋とほぼ同じ位置に川口橋も設けられていた。付近の荒川は平水時、 その川幅は60軒程度であった。近くに名所である禅光寺があり、江戸市民が新州に行かずとも、禅光寺参りが、江戸近郊で手軽に済ませられるとあって、都船上は大変な賑わいだったという。あまりの賑わいに都船が転覆して死者が多数出た場合もあった。大名の日光三景の際や、禅光寺の会長中には臨時に、板橋の仮橋が架けられた。 都船領は、安永年間は、土保は3分、馬は1匹12分、軽尻は6分であった。また、1876年は、土保は4輪、入馬は1 0人力車は1台8輪、下手小舟は1 0であった。この料金は1877年3月及び1881年2月に改正され、1898年まで継続された。また、 同年4月1日にも諸物化登記を理由として埼玉県に都線量改正の請願が行われていた。船道は川口町の高木,木により運営された。この都線は1905年3月10日の船橋の仮設により廃止された。荒川の船橋。奥のトラス橋は荒川橋梁船橋は船戸の船橋と呼ばれ、1891年に 東京府と埼玉県の許可の下、大王の孫衛門が開設した。明治初期の頃より、両岸の川口及び岩淵は、木橋の仮設を、西岸を繰り返していたが、河橋計画の不備や、治水上の理由から許可されなかった。船橋は、住民の要望によりその代案として設けられたもので、ある。場所は、都線上のやや下流の位置に設けられた。長さは66件。 幅は705寸で、船を11艘並べてその上に板を渡した、ものであった。荒川を通る船の通行を妨げないよう、南寄り4艘は橋を回転させて開閉できるようになっていて船やイカダの通行の際は、人馬の往来は抑止された。また、大水が出ると、橋は撤去されるためとかは、不可能であった。昭和初期の渡し橋量は、徒歩は一線。 人力車は2000、自転車は3000、入馬車は8000であった。また、1日あたりの通行量は、徒歩は2000人、人力車は20台、自転車は250台、入馬車は30台で、1日平均の収入は30円30銭、程度であった。なお、鋳物などの重量物の運搬は渡し船を用いて、対岸で積み替えたか、千住に迂回した。 大正末期の頃には橋が老朽化し、1926年橋の修繕費の調達を理由に渡し橋量の10割値上げも検討されたが、沿岸住民の反対により料金は徒歩は据え置かれ、他は値下げされた。この値上げが後の本格的な佳境への運動にもつながった。この船橋は1928年の新荒川大橋の仮設により廃止された。 新ヶ子川に架か,かる初代新荒川大橋大将より着手された荒川改修事業により、稼働が現在の位置を通るようになり、川に堤防が築かれた。また今まで、現在の浅香水門付近で荒川に合流していた新河岸川が下流川に荒川に並行するように改作されて、岩淵で隅田川に合流するよう改修された。 新荒川大橋はその河川改修事業を契機として、両府県の議会で決議されたことにより仮設された。橋の建設にかかる費用は、両府県で接班した。工費は81万円である。工事は、東京市芝区の水野仁次郎が受け負った。新荒川大橋は1926年9月、着工され、1927年10月竣工。 1928年9月16日に開通した。開通当時は都内では最も長い橋であった。橋長843.7メートル、福音24フィート、工重は1090トンである。荒川の稼働場は島長208フィートの垂直材付きのこうした路極限、ワーレントラス橋が3連仮設され、 そのトラス橋の前後の高水式区間は島町75フィートのプレートガーダーが左岸側14連、右岸側2連仮設された。また、新河岸側を渡る区間には島町140フィートの鋼上路にヒンジラチスドアーチ橋が仮設された。鹿のありは荒川は、 左岸側より2 2 9メートルプラス2 2 0メートル1 2プラス2 2 9メートルプラス4 2 7 3ル3プラス2 2 9メートル2である。橋の上部校の製作は横川橋梁が担当した。橋の図色は灰色である。橋台は RC 製である。下部校は高水式区間はボックイ基礎で、稼働内は井筒基礎を用いている。 堤外には、荒川左岸側は、長さ138.4メートル、荒川右岸側22.3メートル、新菓市側に60.0メートルの築堤を設け、橋はそこに接続されていた。堤内にある、取付道路は両側とも、S の事情にカーブしていた。橋は、岩渕橋とも称していた。開通日当日は、早朝から、合図花火が、両町協賛会より打ち鳴らされ、 沿道には装飾がされた他に、括弧で国旗が掲揚された。開通式は、岩渕川荒川堤防脇に設けられた会場にて、両府県知事をはじめ、大臣や府県議会長や、関係町村主張など、約1000名が出席した。式典の後、川口神社の神官を先頭に、川口町及び岩渕町の住民代表の3組の3世代家族による渡り染めが行われて、 川口が会場へ入場され祝宴が催された。式に出席した来賓には川口特産の鋳物の記念品が贈呈された。また、開通記念行事として、協場を短距離層が開催され、他にも活動写真の公開など様々な余興が催され、当日は約10万人の観客が動員されるなど、夜まで大変な賑わいだった。 この橋は1970年の橋の開通後に撤去されて、現在は移行は現存しない。左岸側橋詰めのデルタ状の交差点は取り付け道路の名残である。現在の橋は東京都及び埼玉県が事業主体となり、総工費10億5000万円をかけて1963年10月に事業着手され、今までの橋より、 上流側の位置にかけられることとなった。発祖の株高荒川は空気系損基礎、新菓子川は交換具位基礎である。指向は、主景観は石川島春馬重工、川景観は日本交換、石川島造船加工機、トピー工業が担当した。仮設工法は、主景観を四方工トラスによるステージング工法、川景観をステージング工法、 ゲルバーゲタをフローティングクレーンによる釣り出し工法を使用している。施行は1965年5月着工され、1966年3月完工している。また、左岸側の築地区は17メートルに改修され、取り付け道路も両岸とも曲線が緩いものに改修された。橋は1966年10月19日に開通した。開通式は午後1時。 橋の南詰めにて挙行され、渡り詰めが行われた。開通当時は、旧橋同様、都内では最も長い橋であった。なお、今までの橋は、上り線用の橋として使用が継続された。1970年10月に、すぐ下流側に並行して、上り線の新橋を仮設し、急遽を下り線に使用している。路線バスを運行する、国際業の停留所は、 荒川大橋となっており、信号省略している。東京都側の上流側の土手には赤羽桜包み緑,緑地があり、東北本線荒川橋梁までの間の斜面に108本の桜と芝桜が植栽されていて、付近の憩いの場になっている。また、赤羽には橋詰めに小山酒造株式会社があり、東京都区内唯一の造り酒屋である。 また赤羽岩淵駅も橋の近くにある。埼玉県側にはいずれも、船戸学園である、川口市立船戸幼稚園や川口市立船戸、小学校、川口市立南中学校、並びに川口パブリックゴルフ場やアスカ、ドライビングカレッジ、川口などがある。また、超高層マンションである、エルザタワー55もある。2011年3月11日には、 東北地方太平洋沖地震に伴う津波が東京湾に入り込み、荒川など東京湾に注ぐ川を遡上し、荒川を遡上した津波は東京領の下を通過し、川口から約3 5トルの埼玉県四季市の秋ヶ瀬取水席にぶつかって止まった。荒川下流河川維持管理計画、国土交通大臣管理区官編。 P73 国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所平成24年3月2014年11月4日閲覧特定緊急輸送道路図東京都大新ポータルサイト2018年4月15日閲覧3.7防災機能の強化国土交通省関東地方整備局2014年12月16日閲覧 埼玉県の緊急輸送道路埼玉県ホームページ2015年1月5日閲覧 ABCDFG e 新荒川を百六6 6年10月19日土木学会附属土木図書館男性連結による三経館連続校ゲルバー橋の耐震補強プレストレストコンクリート技術協会 P12014 年12月16日閲覧 ABCDE 鉄骨協梁年間昭和42年度版、ピアニッシモ78から 79AB 角川日本地名大辞典編纂委員会角川日本地名大辞典11埼玉県角川書店1980年7月8日485ページ ISBN 40億40001万1104 東京都通商道路名一覧表アーカイブド2016年3月5日アットザウェイバックマシン東京都建設局東京都通商道路名地図アーカイブド2016年3月5日アットザウェイバックマシン東京都建設局荒川放水路の改作国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所2015年1月5日閲覧 abcdefgh 歴史の道調査報告書第7週荒川の水運24から26ページ川口の私全光寺浮き間ワイワイネット2016年2月11日閲覧川口市の概要歴史川口市2016年2月11日閲覧歴史の道調査報告書第7週荒川の水運50 67ページ ABCDEF 河口大百科事典16から17ページ。AB 河口市民族編96ページ。ABCD 河口市民族編97ページ。AB 地図に刻まれた歴史と景観明示、大正昭和河口市鳩ヶ谷市24から25ページ。ABCDE 河口市近代資料編。 愛千四十三から千四十五ページ。川口資金代資料編。愛千四十二から千四十三ページ。AB、ふるさとの思い出写真集、明治、大正、昭和川口68ページ。ふるさとの思い出写真集、明治、大正、昭和川口157ページ。AB、B、平成13年8月27日、埼玉新聞13ページ。 ABCDE 深夜ラガー大橋1928年9月16日土木学会附属土木図書館昭和28年9月27日朝日新聞8ページ ABC 横川橋梁80年史124から125ページ本邦道路教習欄20ページ ABCDE 昭和41年10月20日朝日新聞16ページ 1> 第1回江戸川区、荒川市民会議国土交通省関東、地方整備局津波が35キロも、訴状東京民放荒川、笹目橋で50センチメートル、隅田川、足立与台で75センチメートルの津波、太田昭宏2011年4月19日。ありがとうございます。